もいるわけねえじゃん、そんなにやってんのにさ。ね、お前の甥っ子なんか焼肉食ったことねえっつってよ、お前食わしてんのに俺に文句なんか言えるわけねえだろ、極真連合にも。どこでも俺に言えねえんだよ、そうやって面倒見てやってきて。俺んちなんか金持ちじゃねえから別に、そんなね、庶民の暮らしをしてんのに、そうやって親父とおくろは、俺んちは共働きだからね、もう小学校1年生の時から父親と母親の方が先に家を出ちゃうんだからさ、ね、もう7時半にはもう親父は6時に家出ちゃうのね6時7時で家出ちゃうんですよ。で母親は7時半には出ちゃうんですよ、ね、だから学校で俺1年生から休んじゃうからね、はもう10時とかね、あのいないからもう朝電話して、もしもし小山ですけどつってさ、小学校1年生です、すいません小山敬吾なんですけどとか言ってさ、あ小山くんですかとか言ってさ、すいません今日風邪なんで今日喘息の発作が出て休みますとか言って、あ担任の先生いないんで伝えときますねとか言ってさ、よろしくお願いしますつってチャキーンって切ってさ、まだ赤電話よ小山、ガチャ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 ってやるやつね、そういう電話だったんだよまだね。ね、あのダイヤルをこうやってガチャガチャガチャミーンって一回戻ってからまたガチャガチャガチャミーンって戻るやつね、それで電話したからね、みんなそれだったからね、そのデジタルなんかないからね、その時小学校1年生って自分で電話して休んじゃったみたいな。わかります？ね、ダイヤル式ね、楽勝。